冒険チャンネル。はい、冒険チャンネル渡辺健吾です、ご視聴ありがとうございます。旅行ばかり行ってたので、久しぶりにこのシェアオフィス暁のミーティング室で、撮影しておりますが、今回の動画はですね、2月ももうあと1週間ぐらいしたら3月になるということで、3月となればもう春なんで、ロンT、長袖 T シャツをちょっと買ったので3着ぐらい買って、まだ箱に入ったまんまなんですけど、それをちょっと、紹介したいと思いますので、最後まで見てください。で、そもそもなんでロンT買ったかというと、まあ、今もユニクロのヒートテック着てますけど、私まあ1日8000歩以上歩くように心がけてるんですけど、で歩いて帰ってマンション帰ったらあったかいでしょ。であったかいところに帰ってきて、まあ、ちょっとこう汗かいたりするんですね。で汗かいたやつが今度ある程度したら、もう体の曇ってるやつがだんだんこう冷えてきて、汗がもうなんか冷えてくるというか、でやっぱり綿 100% の方がそういう時でもいいみたいなことをなんかネットとか YouTube やったかな、見たので、でちょっと T シャツ見直そうかなと思って、ネットでいろいろ見て、で、まあ、まだ言うてそんなにすぐ暑くなるわけでもないし、 春はまあロン T があったら便利かなと思って、買いました。でまだ一昨日ぐらい来て、これ箱に入ったまんまなんで、これちょっとこれから開封して1着ずつ着たいと思います。まず1着目これです。ノースフェイスのロングスリーブ、ロングスリーブコットンティー、あ、わかった、ロングスリーブヌプシーコットンティーです。綿 100% で、私毎回よく忘れるんで言います、最初に言うときますけど、身長177で体重が73です。でこれ L サイズを買いました。ちょっとね、他の色もあったんですけど、ブラックとかホワイト、ちょっと変わった色もええかなと思って、でまあワンポイント胸にノースって入ってるだけなんですけど、今箱から出して第一印象、結構分厚い生地がと思いましたので、早速着てみようと思います。はい、着てみました。ここにノースのワンポイントがあるだけで、あとは何も入っておりません。あ、これ色がですね、なんかGL って書いてます、何の略か分かりません。で袖もこういう、ここがちょっと絞ってあって、で先ほども言いましたけど、生地はちょっと分厚い感じで、まあ若干大きめででもいいんじゃないですかね、ロング長袖 T シャツとして着るんやったら、なかなかごつい生地でいいんじゃないですか。あ、さっきの補足で、この首周りも割としっかりしてます。なんかほぼなんかトレーナーみたいな感じに近いです。続きまして、アディダス久しぶりに買いました。何十年ぶりかな、54歳のおっさんがこんなん着てもええんかなと思いながら買いました。これがアディダスカラークラシックス3ストライブロングスリーブ T シャツで、これ色が、これもなんか記号なんですけど、 IALA、 あ、違う、 IA4879 って書いてます。まあ詳しくは貼っときます。これです。ちょっとまあでもね、なんかやっぱり若い時なんかにアディダス着てて、このやっぱりこのアディダスの3本線ですか、とこの昔のこのアディダスマーク、
これなんか懐かしいなと思ったのでこの色合いがいいなと思って、黒に白ラインもあったんですけど私はまあこっちの方がいいかなと思ってこれ買いました。ちょっとこれから着てみましょう。どうでしょうか。これも同じく綿 100% だったと思います。まあ、詳しくは概要欄に貼りますけど、サイズ感はちょうどよくてさっきのノースのやつよりは薄手です。まあ、値段もなこれはね5500円でさっきのノースのやつが8580円、これ5500円なんでちょっと安いですね。袖もこういう感じでいやいや長め。あ、これはね XL 買ってます。サイズは XL でもそんなに大きくないな。まあ私ちょっと最近若干体重が増えてますけど、まあまあでもいいですねこのアディダス。懐かしい懐かしい。この辺も可愛いんですよね。こういうこのドカブの袖のとこの黒とかもね。54歳のおっさん買ってしまいましたアディアス。はい、次行ってみましょう。はい、次はガラッと変わってこれラコステの、ベーシックロングスリーブ T シャツ、シンプルな名前ですね。色はネイビー、あえてネイビーにしました。これもこれはネイビーとかのはちょっとラコス、まあ勝手な僕のイメージですけどラコステ品が出ていいかなと思ってブラックより買ってみました。サイズはこれはこれねサイズがなんか 5なんですよ、数字なんですよね。ラコステは5、サイズ5です。着てみましょう。どうでしょうか。これいいんじゃないですか。丈もちょっと長め、ちょっと長めで大人な感じで、袖もこんな感じ。やっぱ生地はさっきのノースのヌプシコットンティーが一番やっぱり分厚いですね。でもこのネイビーいいんじゃないでしょうか。さっきのやつ、他のやつ後ろ全然見せてなかったな。うん、よいよい。これがですね、これ8800円ですね。すべて、税込みの値段を言っております。今回は。まあ大体ですね、私暑がりなんでこの上にまあアウターを羽織ればほぼほぼいけるんですけど、まあ言うてまだ寒い時なんかに、ちょっと待ってください。こういうベストとかを羽織れば半袖と違ってまた違う、半袖とまた違ってあったかいし、でこの上からもうアウター着ればもうほぼほぼ、よっぽど寒い時以外だったらいけると思うんで、こういう着こなしとかもしたりしてます。まあ他にもベスト持ってるんで、今日はちょっとこのアークのシンプルな黒色のやつ持ってきましたけど、これにちょっとアウター着てみましょうか。少々お待ちください。まあ今パタゴニアのフリス着ましたけど、まあこういう重ね着してたらその場所によってシチュエーションによって着たり脱いだりできるんで、まあ決しても若くもないんで、年寄りはそういうふうに温度調整をした方がいいと思います。ちょっと今なんか道路工事しててちょっと工事のとこ今日入ってるかも分からないですけど、
まあ長袖 T シャツ半袖に比べても、特にこう袖とか今日着たやつ3つともそうだったと思うんですけど、余裕があるんでこう動くのも動かしやすいし、いいんじゃないかなと思います。でこれを着てまたいろいろ出かけようかなと思います。で今回の動画は以上です。でまたいろいろこの54歳のライフスタイルを発信していければなと思いますので、チャンネルよかったらチャンネル登録、よかったらないよりぜひチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画まで。